こんにちは、みえチャンネル、そしてスタンスコラボ動画94人目のゲストです。今日94人目なんですよ。すごい、はい、今日は美人どころです。福永ひとみさん、よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあひとみさん、まず自己紹介をお願いします。はい、私はですね、まあ、福岡を拠点として東京とか大阪とか名古屋とか、まあ、日本全国ですね、はい、あのオール完全出張型で、メンタルコーディネーターという仕事をしておりまして、はいはい、いろんな方のご相談とか。全国行っちゃうんですか？全国行ってます。すごい、はい、まあ、もちろん。じゃあ最近とかだとどの辺まで？今基本的にコロナ禍とかもあったので、はいはい、もう東京と福岡ばっかり。東京福岡、すごいキャリアウーマンで、ね。いつからそのお仕事をされてるんですか？もう今10年目ぐらいになりますね。なんかさっき話聞いたら、はい、若い頃はモデルさんとかも。あ、そうですね、モデルから始まり、もうモデルだけではやっぱり食べていけないので、福岡は特にですね。だから、はいはい、あのテレビとかもやってました、私のだから一世代、そうですね、後の世代なのかもしれないです、ね、私が多分美味しいところを持っていってるんで。いや、もう道を切り開いていただいて。バブルぐらいの時は結構モデルクラブも仕事がたくさんあったんです。あ、そうなんですね。はい、なんかキャンギャルだったりとか、もうとにかくいろんな仕事が電通とかからバンバン。あ、なるほどですね、うん、その後ぐらい、やっぱ10年。そうですね、私たちの時はちょっと厳しかったかもしれないです、うん、そうですよね、うん、で事務所みたいなのもたくさんね、そう、たくさんありましたね。よう分からんのもね、ありましたね。ピンから聞いてもらいました。ひとみさんが今、はい、お年を聞いてもらっていいですか？私ですか、御年43歳になります。まだ若いじゃないですか。いやまだ40代でしょ。まあでももう ね、結構やっぱりこうあれですよ、街角で、はい、あのナンパとかされたら緊張が走りますよ、うん、本当、はい、先見ウキウキってなります。たまに若い男がさ、はい、なんか声かけてくれちゃう、はい、もう緊張が走りますよ、その瞬間。本当に、はい、なんか年上好きやんとか言って、いやで向こうはどんだけ年上に思ったか。そうなんです、そうなんですよ。だからどのぐらいで見積もってきてくれたかがわからないから、そうドキッとします。多分年寄りはちょっと若く見えるみたいで。いや、若いって全然若く見えますよ。だってまさか多分親世代かもしれんし、わからない。ああ、まあまあね、バカな子やなと思いながら。その辺ね、やっぱり長くに考えてらっしゃるところがやっぱりそれが多分緊張せんちゃんち、なんかもうそれはもうわかります。もうきちっとしておけない。初めましたね。怖いものがあるの。虫。あ、そうなんですか。虫が怖いのに、ヤブに入るんですよ。あ、そうですよね。すごいことですね。怖いもの何？怖いもの？私、プロフィールには昔からちゃんといつもその好きなもの、嫌いもの書くじゃないですか。やっぱり嫌いなもののところにどうしても、蚊と揉め事って書いてしまうんですよね。蚊と揉め事が一番嫌いですね、世の中で。はい、蚊と揉め事は揉め事すかんね。いや、揉め事は本当に嫌いですよ。私も面倒くさいのすかん系でしょ、なんかね、うん、でも世の中揉めさそう揉めさそうってする人もやっぱりいるじゃないですか。蚊が強い人とかもやっぱりおるけど、そうなんか悲観人とか、だから、まあ、相談事とかもやっぱいろいろ来るわけですけど、やっぱあまり蚊が強いと本人が急に変わるってまた難しいじゃないですか、ある程度年がいくと。そうですね、だからその辺がね大変ですよね。でもお仕事上いろんな方と会うわけじゃないですか。でも私もやっぱりこう、まあ、割とこう 陽キャラというか、やっぱりこういろんなことを前向きに捉えられる、あの性質なので、だから基本的にはあのなんだろう、こういう仕事してるとよく言われるのが、なんかこうつくじゃないけど、もらったりとかしませんかって言われますでしょ。そうそう、言われる、でも基本全くそれはなくて、はい、全くそういう人のことで自分がこう落ちるみたいなことはないんですけど、私も一応あのメンタル系の資格は持ってるんですけど、はい、まあ、結構私の場合やっぱり自分が相談するんじゃなくて、持ってこられることが多くて、ですよね、男性の方が多いね。うん、まあ、私は同じぐらいかな。なんか男性の方が今弱いのかな。あ、でも経営者の方とかはね、やっぱ一人で決められないとか、やっぱ人の上に普段立ってる方はやっぱり弱い部分が、ありますよね。孤独がちょっと隣り合わせにありますよね。だってワンマンだもん、ワンマンだから回してるみたいな、そんな人もいるしね。へえ、じゃあ好きなあの人間のタイプとか。好きな人間のタイプ、そういうのに男性女性男女問わず、でもやっぱりこう明るく前向きな人の方が好きですし、
なんだろう、やっぱフットワークが軽い水のような方の方がやっぱりこうやっぱすぐみたいな、そうそうそうです、やっぱりもうね、うん、初めましてだと思えないぐらいの感じじゃないですか。実は今日初めてなんです。はい、そうなんですよ。でもなんかもうね、 LINE とかでお話しさせていただいてるんですけど、絶対にあ、なんか仲良くなれそう、そう、私も知りせんし、そうそうそう、あの誰とでも仲良くなれますよ、うんうん、もう年齢問わず、うん、ね、その方がね、平和ですもんね。平和がいいんですよ、結局ね、人生1回しかないのに、うんうん、なんかほらもうね、あやふやに生きていくのもなんか時間の無駄でしょ、うんうん、そう、なんかね、だからもうこの辺はね、割り切って、うん、私変にプラス思考なんですよ。だからいろんなこと言われてもあ、まあ、人気勢なのかなぐらいでさらっていかないと、うんうんうん、ね、ずっと気にしてると何でも気にしないといけなくなって、所詮他人じゃないですか、うん、他人は助けてくれないんです、うん、ですね、そうですね、潔さも必要ですよね、うんうんうん、なんか生きていく上での、うん、こうなんかポイントがあったら、うん、ぜひ皆さんに、あ、生きていく上でのポイント、うん、そうですね、うん、私がやってる仕事が結局統計学をもとに、うん、その個性の分析とかをしていくわけなんですけど、はい、そのやっぱりこうまず自分を知るっていう、うん、あ、身のこと知らずおるけんね。まず己というものは何なのかっていう自分の性質をちゃんとよく聞いてください、ね、理解をした上で、今度そこが理解できて自分をコントロールできるようになったら、次は今度相手ですよね、他人を、他者を知るっていうことをしていくことで、自分も知らないのに相手も知らない、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからその両方が成立した時に、うん、まあなんていうのかな、こういろんなストレスがやっぱり緩和されるというか減るというかね、そうですよ、ね、そうなんですよ、そうよ、じゃあそこ、うん、まずそこだ、それ原点、そうです ね、 ね、大事だなって本当に日々痛感しているので、うん、ね、その後にこうどういう精神で生きていくとこう自分が楽で、うん、でも自分が楽に生きれる方法が一番ですね、そうですね、無理せずに、うん、なんか本当にクライアントさんたちがこう知ることができで、すごく生きやすくなったって言われるのがもう本当何よりもの幸せです、うん、そうですよね、はい、ほら、あと断りきれない人とか、うんうんうん、何でもこう全部頼んで、あ、そうですよ、いいよっていい人でいたい、うん、いらっしゃいます、ね、そうですか。だっておるやん、なんかいい人だってね、能力もないのに、でも何でも任せろみたいな、で結局できませんでした、ね、うんうん、そういう方もね、いらっしゃいます、ね、だから等身大で常に自分と向き合ってないとそうです、ね、ダメじゃないかなと思うんですよね、うんうん、己を知るっていうのは本当に大事ですよ、ね、でも結構知らない人の方が多いかな、あ、多いです、はい、もう若い方からご年配の方まで、うん、やっぱり知って初めて、あ、そうだったんだっていう、土下座やったら知れますか。土下座やったらいいかよ、やっぱり持って生まれた性質を私は割り出していくので、うん、みんながみんな謙虚なわけじゃなくって、うん、やっぱりちょっとひねくれ者もいるわけじゃないですか、いらっしゃいます、うん、そういう人だとこうどうやって自分を、でもです ね、例えばその、まあ、ちょっとうがった見方をしてしまうだとか、うん、ちょっとやっぱりこうひねくれた考え方をしてしまいがちな気質の人とかもやっぱいらっしゃるんですよ、うん、でもそれはそれで、あの、それが自分っていうことをまず受け入れた時に自分を許せるようになるんですよ、うん、あ、はい、自分もね、自分を許せるんですよ、そういう卑屈なちょっとうがった見方をする自分も、うん、なんか可愛いなじゃないけど、はいはい、うんうん、そこでだから自己嫌悪になっちゃいけないんですよ、ならずにそういう見方をするもんね、うん、私とか僕とかってなることで、そうそう、そこで落ちてしまうと、うん、結局また鬱だったり、そうです、そうです、そっちに行っちゃうわけですよね、そう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 、だからそれでいいんだよっていう、うん、あなたはそういう性質を持って生まれてるからそれでいいんだよっていうのを私は普通に毎日こうお伝えしていて、現代病の一つですよね、まあそうですね、昔は鬱とかなかったんですよ、うん、私たちの時代とかって、あ、鬱という言葉が、ね、もう年功序列だし叩かれて育った世代なんで、もう病んでる間もなく、あ、なるほどね、そういうことですね、とりあえず挨拶で始まり挨拶で終わるみたいな、うんうんうん、そうです、だから鬱とかも結局その、うん、やっぱりこう人が自分に対してこうしてくれない、うん、ああしてくれないとかの期待するけんだ、そう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 、ね、たまたまのものを期待したらいかん、多分こうこうこうでこうやってくれるだ、違いないとか、ね、そう、なんでしてくれないのとかっていうのがあるからっていうのはあるので、やっぱその鬱になりやすい性質の方っていうのもやっぱりあります、例えば鬱になりやすい特徴って、やっぱりそのなんていうのかな、 何事に関しても連帯責任意識のある人、意外にじゃあしっかりした人ですね、というよりもなんか、うん、要はですね、自分に何か非があった時に、うん、自分だけのせいだと思わない人、あ、たまにいらっしゃるじゃないですか、記者会見とかしても、うん、いろんな引き出しをこう引っ張って開け出して、うん、で私は悪くないとか僕は悪くないとかで言いがちな方っていうのは、うん、やっぱ人のせいにしちゃうので、逃げる人ね、
そうですね、やっぱ人のせいにする方が一番やっぱり鬱になりやすいかなと。その時にね、もうすいませんでしたみたいな、うん、いいんじゃないですか。だってもう言えんよね、なかなかね。そうなんですね。だからそういうちょっとこう人によっかかりがちな弱い方っていうのが、うん、精神的に弱い方っていう方の方がやっぱちょっと、それって直すことはできるんですか。まずその自分のそこの、まあ、癖みたいなものをちょっとこう、うん、なんていうのかな、控えるようにするとか、そう、何もしなければそっちに行きがちなので、うん、行かないようにちょっとこう、いつもだったらもう一言二言付け足して言っちゃうけど、うん、これ言わないようにしようとか、だ言う前にちょっと一旦停止みたいな、うん、とか、そうそうそう、ね、ちょっとその辺のこれ言ったら土下になるかなとか、うん、いつもだったらここはちょっとやっかみ一言入れちゃうけど、ここはちょっと今日は我慢せない、我慢しようとか、私とかもうプワーって言っちゃいますよ気持ちよく言い放ってはい以上って終われる人はいいんですよ、まあ、ストレスなかろうっていうぐらいに、はい、100いっちゃいますよ、うん、溜めるのが嫌です。そう、それを溜めてしまったりとか、うん、溜めてた後にこうバンって爆発しちゃうとか、後々ね、そうそう、そっちの方がなんか危険じゃないですか。そういう方があまり良くないですね、うん、やっぱ思ったら、いや今のはちょっと私は嫌なんだけどみたいなそうそうそう、そこで消化した方がストレスはたまらないので、こっちが、そうですよね、うん、そうそう。ひとみ先生はお休みの日は何をしてるんですか。基本的に全く休みがなくて、うん、あのもう今 YouTube も始めてしまったので、ひとみ先生の YouTube ね、概要欄に貼り付けておきますから、ぜひチャンネル登録してゆっくり見てくださいね。もうね、本当にあの、うん、私 YouTube を知らずに YouTube を始めてしまったんですよ。でも私もですよ。あ、本当ですか。最初は何も分からず、そう、とりあえず人の YouTube も特に見ることなく始めてしまったので、うん、あの結局皆さん、いや、なんかこう一律でやられてるのが、うん、そのチャンネル登録お願いしますねとかって言ってるじゃないですか、ええ、あれをしてないんですよ一切、うんうんうん、なので、まあ、見ていただけたら分かると思うんですけど、はい、だから全然伸びないんですよねそうなんですよ、はい、どれぐらいのペースで上げてるんですか。頻度はですね、はい、もう自分で全部やってるので編集とかも、はい、これがもう本当時間かかって、うん、今10日に1回しか上げられてないってことは月に3本ですか。そうなんですよ。あ、で自分の仕事もしながら、うん、それこそいろんなところに行きながら、だから編集が早ければ楽ってことですか。そうですね、編集もそうですね、でもすごい時間かかるっていうか、結構凝った編集、テロップ結構入れたりとかですね。だって今ほら文字読み取って勝手に上げてくれる、そうなんですか。ありますよ、後で教えます。あ、はい、でも本当そういう知識もほぼほぼない中で、なんかもう見よう見まねで始めてしまって、はい、そうそう、だから文字入れたい方は多分私は面倒くさいんで、うん、大きなこと喋るんですけど、はいはいはい、文字入れたい方はそういうアプリがあるんですよ。あ、それでピッてやったら下にもう文字が、本当ですか。で間違えてる部分だけ書き直せて、本当ですか、うん、そんな便利な文字起こし、へー、文字起こしで検索したら無料のが出てきますよ。すごいよ今アプリ、へー、もうだから使えるアプリ、そういうのを調べる時間さえもう惜しんで、うん、もう目先にあることだけを全集中でやるっていう感じなので、あー、だからもうで何分ぐらいのを作ってる。でも1本が本当10分前後ぐらいの感じなので、うんうん、でまだ今の現時点で、うん、16だっけ、うん、7?かなぐらいまでしか上がってないので、はい、今まだ一気見しようと思ったら、うん、1からガッと全部見れますよね、10分前後なので。あ、なるほどね、うん、でも大事ないろんなお話が入ってるわけじゃないですか。そうなんですよ、やっぱこうテロップ必要ですもんね。そうですね、で途中から見てもその統計学のこと自体が、あの無知識の方っていうのは、はい、あのまあ内容はなんとなくわかるかもしれないですけど、一回その1から、あの、でも1から見た方が分かりやすいです。見た方が分かりやすいです、うんうん、で10分ぐらいだったら見やすいから、うん、1日でチャーッとしたらほとんど、ね、ひとみ先生のことが分かるし、はい、ね、もうずっとホワイトボードで喋ってるだけなんですけど、うんうん、やっぱ統計学の面白さとか素晴らしさを私は知っていただきたいので、はい、血液型も統計学じゃない。まあそうですね。じゃあ何型でしょう。なんだろうな、みんな当たらないんです。当たらない、当たらない、当たらないということは、おうって言われます。あ、そうなんですか、はい、おうじゃないんです。じゃないんだ、はい、じゃあ A？ そう、あ、なるほど、うん、B とか言われますよ、O とか。あ、変わってるからうん、まあ B か、私は AB だと思ってしまったんですけど、はい、私が一番苦手なタイプです。あ、私に迷惑をかけるタイプがB か AB。そうなんですか、はい、なるほど。私は O ですよ。あ、 O なんです、はい、O と A は合うんですよ。そうですね、うん、でも、うん、私にはなぜか B と AB が寄ってくるんですよ。へえ、うん、
苦手なんですね、やっぱり。いやだけど適当にちゃ、うん、ちゃっちゃっと調べました。大丈夫です、どんな人間でも。結局はね、結局はね。じゃあ先生、なんか私ここあのカウンセリングしてみます。してカウンセリングしてみます。はい、なんかそういうの好き。あ、本当ですか。うん、ちょっと待ってください。自分ってどんなんなんだろうって、はい、私普通のお母さんだと思ってたんですけど、はい、なんか最近違うってことが分かって。なるほど、はい、違うってことが最近最近分かったら絶対しかも最近。なるほどですね。生年月日ですか。はい、昭和45年2月7日です。昭和45年、はい、2月7日、はい、犬年です。犬年、はい、2月7日ですね。 A 型の水瓶座。おー、やっぱり。やっぱりですか。はい、もう個性は割と強めな。じゃあ普通のお母さんにはなれないんですね。普通のお母さんになれないというよりはマルチなんですよ、はい、やっぱり、うん、何でもできちゃう感じ。あ、社長の気質です。でもね、私ね、家庭生活ができませんでした、うん、だから本来ならばですよ、うん、本来ならばこの気質の方って城の友禅っていう方なんですけど、うん、はい、その本当に友禅としていて、何でもできちゃう感じの社長の気質、どっしりとした安定感があってっていうのなんですけど、はい、そのこういう方って、うん、例えばお仕事を自分がされてたとしても、ええ、そのご家庭と両立する、うん、両妻兼母的な方なんですよ、はい、本来ね。本当はね。本当はね、はい、でもそれがお仕事と趣味ととか、なんかこういろいろもう、ま、うん、マルチにじゃないですけど、はい、本当に手広くやりたいが勝っちゃったから、うん、その一つ家庭っていうのがそっちに目が向かなくなってしまっただけで、あ、なるほど、ね、こっちのバランスは取れてるわけですよ、うん、だから奥さんみたいな人もらったらいいんですよ、ね、あ、そうですね、うんうん、奥さんみたいな方がいいです。募集します。そうそうそう。じゃあ どんな男性が合うんですか。あ、うん、も自分よりもっと個性が強い人でいいです。これ以上ですか。はいはいはい、これ以上。じゃあ相当激ヤバな人じゃないと私に合わないっていうことですね。ぶっ飛んだ人で大丈夫です。もうバカが天才。いや、もう本当にそうですね、どうしようもないような。どうしようもなくない。なんかちょっと人よりもこう一つ頭抜けてるというか、うん、なんかこうちょっと卓越した何かを持ってらっしゃる方で、それ見つけるのが大変じゃないですか。そうですね、うん、ダッシュバミーさんぐらいになっちゃうとどうしてもこう自分よりもこうちょっとねな感じの人の方がこう寄ってきちゃいそうなので、そこはね、なんかこう、はい、もっとイケイケの人、はい、はい、私この先ずっとこの性格でいいんですか。いや、全然これ変えることはできないので、うん、持って生まれたものなんで。じゃあずっともう80になってもこれ。そうですね、うん、うん、あとはもう、うん、ちゃんとお金を稼ぐことができる方なので、うん、はい、お金大事ですね。お金はね、大事です。でも、そうですよ。そう、でもやっぱり世の中にはお金に走らない性質の人もいるんですよ。でもね、私こう巻くのも好きなんですよ。いや、お金は、うんうん、巻かないと入ってこないっていうおじいちゃんの教えで、そうですよ。それでそのこの気質の方ってやっぱ社長の気質なので、うん、いろんな方たちに、うん、なんか損得感情があんまりないんで、うんうん、なんかちゃんと、うんうんうん、ちゃんと、うん、そういうことですよ、ね、だってお金持って死ねないけんね。まあそうです ね明日も死んだら使っときゃよかったって話でしょ。そうですね、うん、だから、うん、買い物に行っても悩まないんですよ、うん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 、買いますよ、うん、だっていいもし帰りに死んだら、うんうん、ああってなるから、まあ、そうですね。そうなんですよ。でもなんかあれですよね、そう考えると、うん、内面がねリスク型って言って、はい、結構いろんななんか物事を始めるにもちょっとこう用意周到なはずなんですよ、うんうん、本来、うん、はい、でも先ほどからなんかちょっとお話聞いてると何でもすぐにやっちゃうっていう感じ。私の思ったらもう即行動派なんですよね。それが外側に持ってるんですよ、うん、外側は希望型って言ってすぐこうやっちゃいがちなんですけど、だから若干パーセンテージが本来ならばその内面と外面っていうものがあるとするならば 70% と 30% の7対3の比率なんですけど、そういうその行動を見てると、うん、50もしくは37になってる可能性があります、うん、だからそこをちょっとこれから先、うんうん、自分をコントロールしていく上でいろんなことを一旦腰を据えて考えるっていうことをされると、うん、もっといろんなことがうまくいく。そう、もう50代だからね、しっかりと考えてね、うんうん、っていうのはあるかもしれない。そうそう、うんうん、本当ですよね。そうそう、だって50代しっかりねしてないともう先がないけどね。まあそうですね、うんうん、でしょ、うん、
あっという間ですよ。そうですね、先生も。私はなんかやっぱそのやっぱり私は逆で、うん、内面は希望型なんですけど、うん、外面がリスク型なので、うん、そうすぐにやり出がちなんですけど、うん、意外とこうなんていうのかな、うん、行動いざ行動ってなったらキュッと足止めが入るから、ね、逆のパターン。なるほどね。もう私だからね、今日することとか付箋書いて、うん、どんどんそれ取っていくんですよ。はい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 、はい、だから今日することは今日じゃないとダメなんですよ。うんうんうん、それが映画だ。うん、あとはその、ね、これフォワード型とフィードバック型ってまた別の方に分かれるんですけど、皆さんに関してはフィードバック型なので、うん、あの逆算方式の方なんですね。あ、そうそう、そう、だから1日でもその1日を全部こうね、何時に何時っていうのがうまくクリアしていく方が心地いいでしょ。そうなのにね、うん、今日空いてますかとか言われるの、はいはいはい、ちょっとムカつきますよね。ですよね。もうあの予定組んで動いてるわけじゃないですか、うん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 、なのに今日とか、はいはいはい、無理に決まってるし、うん、急な変更がちょっと、そうですね、で例えば2年後にこれをするためにじゃあ今何をしないといけないか。ああ、やっぱり私逆算で、逆算人生なんですよ、うんうん、それでいいです。100% それそうじゃないと多分ダメなんですよ、うん、そうですそうです、ね、よかった、うん、そこは自分通りです。そう、うんうん、そのためにじゃあ今こう動いとこう。あ、いいですね。そんな話ですね。逆で私はフォワード型って言ってみーさんと逆なので、うん、私は全然全く無計画に動けるんです。ああ、はい、はい、だから急に、もうそれこそ急に変更とかさ、うんうん、されても、うん、あ、分かった全然って言って対応できちゃうんですよ、うん、だからちょっとそこがやっぱりこうそれまた違う性質の人がいるってことを知ると、うん、仕事の振り分け方とか、なるほどね、うんうん、そうですよね。この子はとりあえずやってって言って動けるけど、うん、この人はマニュアルとかがあった方がいいとか、うん、ノルマがあった方がいいとかっていうのが、そうだからもう相手を見ながらこう、うん、振り分けるんですよ、うんうんうん、イベントの時とか、ね、能力ちょっとやってもらうとか、うんうん、自分は表するからじゃあ裏で動ける人とかって、うんうんうん、それはでも楽ですもんね。そうそうそう、まあ、全部自分で昔は抱えてたんだけど、うんうんうん、それだと持たないじゃないですか、うんうん、だから振り分けしてできるみんなのポジションを作る、うん、できる人にやってもらうのが一番得意なことは、それが、ね、一番ですよね、うん、そうですそうです、うん、本当それだから私ね、自分が嫌いなことはしないんですよ。得意分野をさらに伸ばすみたいな。そうですね、はい、うん、そっちの生き方の方が効率がいいかなと確かに思いました、うん、経営者としては間違いないと思います、ね、はい、だってそんなに人生時間長くないんで。そうですね、だってあと20年後今みたいに動けるかって言ったら、うん、絶対にもう体もね、そうですよね、うん、それを考えたらやっぱり今が一番若いわけでだしね、うん、そうですね、もうどんどん前に過ぎるから、うん、怖いです。なんかもうね、あと9年で60とか思ったらちょっとドキドキしますよ。逆算するからなおさらそうですよね。60の自分ってみたいな、うん、うん、いやでも絶対9年後も若いです。いやいやいや、まあそれそれで怖いですよね。うーん、なんかでもまだ60の自分とか想像がつかない。そうですね、うん、私やっぱり上には上がやっぱいらっしゃるじゃないですか、うん、素晴らしい方たち。そう、やっぱ80のおじちゃんから見たら私とかまだ青いわけですよ。そうです、ね、青尻娘ですから、ね、だけど10代から見たら、え、50年も生きとうとみたいな。でもだからそれはやっぱり今の若者たちの憧れになるでしょうし、そうそう、でも私たちがその世代についていけるかっていうと、うん、もうなんか時代の進化に、まあまあそうですね、私とかほら YouTube が昔だったり昭和をテーマにやってるんで、うん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 、なかなかついていけないですよ今の子たち感覚。でも逆に面白いんじゃないですか。なんかいやだからすげえとか思いますよ、うん、もう小中学生とか、うんうんうん、昔はこんなことやってなかったのになとか。そうですよね、うん、まず携帯持ってなかったから私たちのね若い頃は。私もでもそうですよ。でしょ、はいはい、小学校の時とかないでしょ。ないです、家の電話だけ。高校生でやっとポケベルでした。あ、ポケベルね、うんうん、そうそうそう、だからすごいですよ、うん、今みんな携帯持ってるね、うん、もうそのそ初めて手にするのがスマホだからもう感覚がね、うん、おかしくなるし、今もうだって空こう飛ぶ車みたいなのができる。もうゆくゆくはもう すごい時代が来ますよ。来ますよ、もうすぐ来ますよ多分ね。え、私たちがいなくなった頃にはすぐに。多分生きてる、生きてる、絶対生きてると思う。まだ本当にもう私の予想ではですね、2年後とか3年後とかには多分飛んでると思う。え、すぐやん。すぐだと思います。今ドローンでいろんなものも運べるし、うん、そう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 、だからとんでもない時代が来ると思います。テクノロジーがすごいと思います。ひとみ先生にカウンセリングをじゃあ受けたい方ってどうしたらいいんですか、
まずメンタルコーディネーターで検索してもらったら、うん、まあ、じゃあそれも全部、じゃあアドレスもらって、はいはい、あの概要欄に貼り付けておきましょう、ね、はい、YouTube と一緒に、はい、ホームページがありますので、はい、そこでお申し込みはこちらっていう感じで書いてあるので、やっぱりこう自分で今すごい悩んでね、どうしていこうとか、そうですね、ちょっと話すことでやっぱり楽になるかもしれないし、うん、先が見えてくるかもしれませんよ、うんうんうん、ぜひひとみ先生にご相談してくださいね、はい、よろしくお願いします、はい、先生よかったらちょっと PR をPR PR、はい、いやもう本当にあの、なんだろうな、その自分のことがよくわからなくてモヤモヤしてる方とかもいらっしゃいますし、あの例えばご主人のこととか奥様のこととか恋人とか、うん、いろんな上司部下とかいろんな人間関係で悩まれてる方ってやっぱり、でも結局悩みってほとんどそこじゃないの、うん、人間関係がほとんどですよね、そうです、9割が人間関係のストレスって言われている時代なので、うんうん、やっぱりそういうところが本当にあの来ていただいたそのクライアントさんたちはすごくやっぱり緩和されて帰っていくので、はいはい、ぜひともあのなんか一人でお悩みの方とかも、ね、なんかね、生きるヒントが見つかると思いますよ、はい、で、まあ、自分のその人生のサイクル、はい、好調のタイミングとか低調のタイミングとかそういうのも出てくるので、はい、そういう例えば今期とかそういうのも出てくるので、はい、ぜひ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 相談してください、いらしてください、はい、今日は素敵なひとみ先生でした、ありがとうございました、はい、ではまたね、